はい。その…いえ、三の二乗を…ちょっと待ってくれればよかったのに。答え合ってたんだよね。うん、でも仕方ないよ。私の声小さかったし、私高校生になったのに何も変わってないな。あ、もうこんな時間だ。ダンス練習しに行かなくちゃ。小羽ちゃん、また明日ね。うん、また明日ね、みのりちゃん。みのりちゃんはすごいな。アイドルになるって夢に向かって頑張ってて、あんまり覚えてないけど、この間夢を見た時はなんだか変われそうな気がしたのにな。私もみのりちゃんみたいに夢とか目標とか見つけられたら少しは変われるのかな。あ、お母さんからメッセージだ。CD 買ってきて。そういえば好きな歌手のアルバムが出たって言ってたっけ。わかった、買っておくねっと。久しぶりに来たな、 CD ショップ。あ、ミクちゃんの新しい歌が流れてる。かっこいい雰囲気だな。誰の作った曲だろう。あれ、ここの棚にあるはずなのに。あ、店員さん、この CD ってありますか。え、裏通りの支店ってちょっと怖そうな通りにあったような。あたりにはあんまり行きたくないけど、お母さん楽しみにしてるだろうし。わかりました、行ってみます。はあ、とりあえず変えてよかった。でもやっぱりこのあたりって怖い感じだな。なんで壁、落書きだらけなんだろう。駅に戻る道は、スマホの地図だとこっちだけど。あれ、知らない通りに出ちゃった。ここは、え、あ、スマホの充電が、つかない。どうしよう。誰かに聞いて。どうしよう。また違う通りに出ちゃった。暗くなってきたし。なんで私いつもこうなんだろう。人に道を聞く勇気もなくって、そのせいで何もできなくて。あ、これ歌？あそこのお店から？ウィーケンドガレージ？オープンって書いてあるけど、何のお店なんだろう？あ、お店の人なら道を教えてくれるかな？でも、知らないお店になんて。でも、このままじゃ真っ暗になっちゃうし。行ってみよう。調子いいね。みんないつも以上に合ってるじゃん。
そうだな、考えといてあげる。オッケー、じゃあアレンジ入れてくよ。あの…イエーイ。何これ、耳がビリビリして怖いくらいなのに、すごい、かっこいい。あー、気持ちよかった。ありがとね、みんな。ありがとう。でもまだまだ全然だよ。私もっともっと歌えるようになりたいんだ。で、ラッドウィーケンドを超える最高のイベントをやるの。あの子、何か夢があるのかな。だから歌ってるところもあんなにかっこいいのかな。ああ、何か教えたってわけでもないのにな。不思議なもんだ。いつの間にかって父さんたちのあのイベントを見てぼんやりしてられるわけないでしょ。待ってて、私いつか父さんを超えてみせるから。ああ、楽しみにしてる。だが俺を超える前にできたつまみをあっちのテーブルに持って行ってくれるとありがたいんだが。はいはい、もう人使い偉いんだから。あれ、お客さん。あ、ごめんね、歌うのに夢中で気づかなくて。どうぞ、ここの席空いてるよ。あの、ごめんなさい。あ、ちょっと言っちゃった。あのお客さん、どこかで会ったことあるような。ライブに来てくれた子かな。でも、なんだろう、この感じ。胸がドキドキしてる。